こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は今年もいよいよ年末調整の時期です。スタッフの分やらないといけない等々ね、皆さんね、めんどくさいなと思ってるかと思いますけど、本日の動画は年末調整の修正や訂正があった場合にどのように対応すればいいのかに視点を絞って動画で解説したいと思います。私はオンラインサロンの運営とその他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、ぜひチェックの方お願いします。また自営業向けに本を出版していまして、こちら重版が決定いたしました。ぜひチェックの方してみてください。 SNS も本も概要欄から飛べるようになってますので、ぜひチェックの方お願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、それでは早速本日の内容、年末調整計算ミス、正しい訂正の仕方について動画で解説をしていきます。本日の内容です。年末調整の修正、出る場合ありますよね。ミスや訂正どうすればいいのか。まず最初に訂正が必要なケース多い3つを紹介します。その次に修正や訂正の期限はいつまでにすればセーフなのかについて解説をしてから、修正の方法と具体的な手順について解説します。そして最後、税務署の方からやり直し通知が出たらどのように対応すればいいのかを動画で解説します。そして最後まとめ、これ以降ねミスや訂正がないようにするコツを紹介しますので、ぜひ動画の方最後まで見てください。はい、それでは早速訂正が必要なケース、例として3つのよくあるパターンを紹介します。1つ目、扶養親族が変更になる。これよくあるパターンです。どういうことがあるかと言いますと、例えば年内に結婚をした場合、また年内に子供が生まれた場合ですね。結婚や出産で年末調整に合わせてしてるわけじゃないので、やはり12月ギリギリっていう場合もねあるかと思います。そうすると扶養親族の変更が発生しますので、必ずねこちら言い忘れたりとかね、経理の方に伝え忘れたりすると後から修正が必要なケースになりますので、お気をつけください。そしてまた親の扶養の変更が出る場合も多いです。例えば自分の両親を生活ごと面倒見ることになった、扶養することになったっていうケースもあるかと思います。そういう場合も親の扶養をこちら自分の方につけたいっていう風になると変更が必要となります。また子供の扶養も変更が多いポイントですので、お気をつけください。例えばですけど、2人いる子供をいつもは旦那さんの方につけてたんですけど、今度は奥さんの方につけるっていうパターンもありますし、また社会人になったからもう独り立ちしたんだよねっていう場合で、子供が扶養から外れないといけないのにそれを伝え忘れていた、伝え漏れていたっていうケースも考えられますし、また子供大学生でアルバイトをしてたくさん稼ぎ、扶養が外れることになっていた実はなんてこともありますので、必ずこの扶養親族の変更というの、ただ漏れやすい項目になりますので、変更がないのか、配偶者や子供の年収、アルバイト代というのはきちんと確認した方がいいと思います。で、子供の扶養なんですけど、子供が生まれた場合はすぐに所得税で扶養の、ね、対象にならず16歳からってなるんですけど、住民税の方ではこの子供の扶養が関連してくることがありますので、きちんと年末調整または確定申告で漏れなく子供の扶養はきちんと記入するようにしてください。そして2つ目の漏れやすいよくあるパターンです。これは保険料控除や住宅ローン控除の修正が起こることが多いです。どういうことかと言いますと、保険料についてはですね、記入漏れ、控除証明書を1枚出したから良かったと思ってたんですけど、もう1枚あったとか、他の会社にも保険料かけてたの忘れていた、また生命保険料は出したんだけど地震保険控除の方を提出し忘れていたということもあります。また証明書を紛失してしまって再発行してもらっているところなんだけどっていうところで、経理の方の締め切りに間に合わなくて証明書が後で届いて追加でこれも年末調整しておいてくださいっていう風に来る場合があります。そしてまたね、保険を追加加入する場合、こういうケースもありますよね。追加したばかりだと控除証明書が遅れてくる場合もありますので、こちら追加加入した場合もお気をつけください。漏れやすいです。そしてもう一つ、住宅ローン控除の修正が来る時があります。これは住宅ローンの書類を忘れてるっていうケースですね。住宅ローン控除っていうのは実は初年度はご自分でしなければならないんですけど、2年目以降は会社の方でできたりしますので、その書類を本人がねすっかり忘れていて、初年度自分でしたんだから出さなくていいのかなっていう勘違いされる時もありますし、そもそもねその書類があることを忘れていて漏れているっていうこともあります。この住宅ローン控除は税額がかなり大きく変わりますので、必ずね漏れないようにスタッフや社員の方に声をかける必要がありますし、家を建てたかなっていう話を聞いておいたら、ちょっと住宅ローンの方ね頭の隅に入れておいてあげると、提出してないっていうことで修正が必要になってくるっていうことは防げるかと思います。はい、そして3つ目に多いパターンですね、配偶者の収入に変更があった場合です。これはだいたいどこの企業さんとかもね、早めに配偶者の収入いくらぐらいになりますかってちょっと目安を
を聞いているっていう場合が多いんですね。その目安を聞いていた時に見込み額、要はね、目安これぐらいに今年はなりそうですって言った目安の見込み額と11月12月になってきて相違があるケースっていうのは多いですよね。例えば臨時で賞与が出たとか、また職場を実はね変わっていた、それによって収入が大幅にアップしていた、そうなると見込み額とずれてきてしまいますし、働き方が変わることもあるかと思います。どういうことかと言いますと、パートやアルバイトをしていたんですけど社員にならないかとお声かけをかけて社員になるっていうケースもありますし、今までね週 3,4 で働いていたのをフルタイムにしたっていう風な働き方の変更によって配偶者の収入が見やすと大幅に変わるということがあります。その場合も必ずお知らせをしておかないと配偶者の収入によって控除額が変更になる場合がありますので、こちらもね後々から分かって修正や追加しないといけないというケースが多々ありますので、皆さんこの3つの変更点きちんと知っておいて押さえて、なるべくね訂正がない方が楽ですので意識をしておきましょう。では次に、修正するならいつまでなのかっていう期限について紹介します。はい、では修正の期限について、そもそもこの年末調整終わりますと、要は年末調整の書類を締めますと何を出すかって言いますと、この給与支払い報告書っていうのを税務署またはそのスタッフの方が住んでいる市区町村に出すわけですね。そしてこの給与支払い報告書の締め切りが翌年の1月末までなんですね。なので今令和4年ですので令和5年の1月末までが締め切りになります。ですのでこの段階までには普通ならですね、これに間に合うように書類を作成していきますので計算が終わってるってことになりますよね。じゃあこの1月末までね修正できるのかっていうと、実はその前に年末調整をしてスタッフや社員さんから源泉徴収をね引いて給与払ってると思いますので、その源泉所得税を払う締め切りがそれより前にあるんですね。その源泉所得税の締め切りは翌年の1月10日、これは毎月源泉所得税を払っている会社さんや自営業の方々は1月の10日が締め切りになります。でもう一つ、この源泉所得税の払い方にはもうワンパターンありまして、納期の特例っていうのをね使っている方がいらっしゃるんですね。でこの納期の特例は半年に1回になりますので、締め切り日が少し違って1月の20日になります。これ土日祝日の場合はその先もう1日後になります。ですのでこの給与支払い報告書の前にこの源泉所得税の納付期限が先に来ますので、さすがにこれまでには計算が終わっているのが通常です。要は書類が準備できている、年末調整ができているってことですね。ですので、最悪これを超えたら絶対に間に合わなく修正はできないということになります。そして企業さんとかですと結構あるんですけど、この給与所得の源泉徴収をもう皆さんに交付してしまったってことは、要はもう計算が終わっているってことになりますので、この締め切り日より前に源泉徴収票も交付してしまったって場合になると、うちのねところではもう修正や訂正できないですよって言って言われてしまうことが多いです。これはねどこでね働いてるかっていうか、働き先によってこの締め切り日が違いますので、経理や総務の方にご確認をしてください。そして自営業の方でね年末調整をしてるよって方は、もうねこちらのねどう考えてももう給与支払い報告書も出してしまって源泉所得税ももう払ってるしってなってしまった場合、この給与所得のね源泉徴収票を交付したってなりますと、もう修正や訂正はできなくなります。これどういうことかと言いますと、企業さんとかですと、もう給与所得のね年末調整の計算が終わって、給与所得の源泉徴収票をもうスタッフや社員さんにもう交付して配り終わったということは、もうすでに計算はもちろん締め終わっていて、すでにもう交付もしてますので、それから修正っていうことはなかなか難しい、基本的に多分できないっていう風になるっていうことです。修正ができなくなるパターンが多いです。これはね各自働いている会社さんによって変わってきますので、総務や経理の方に確認をする必要があるかと思いますけど、基本的に原則この源泉徴収票をもう出してしまったとか、みんなにもうね交付してしまったっていう場合には修正できないということが多いですので、お気をつけください。はい、それではね、修正が見つかった、訂正したいっていうようなことがこの期日ね超えてしまった場合、もうどうすればいいかっていうと、個人で確定申告で修正をしてくださいと伝えることになります。要はスタッフや正社員の方が自分で確定申告をして最終的に修正をしてねというふうに伝えることになります。ですので最悪ねこの修正や訂正間に合わなくても、確定申告で修正はできますので慌てなくても大丈夫、まだ最終手段の手法はあるんですけど、やはりスタッフの方にね自分で確定申告して修正してくださいねというと、確定申告のやり方がそもそもわからないとか、なんでそんなめんどくさいことになっちゃったんですかみたいな感じで、ちょっとね間がねギスギスしてしまうのも嫌じゃないですか。最終手段ということで確定申告
こで修正はできるんですけど、なるべくねこちらの最終手段を使わない方がお互いにとってはスムーズです。ですのでしっかりと自分のスタッフ社員さんがどういう風なものに入っているのか、保険料控除去年ねどういうものを出していたのかっていうのをチェックしていくのが大事なポイントになります。そしてこの確定申告なんですけど、じゃあ確定申告はいつまでに出せばいいんですかっていうと、原則2月の16日から3月15日までに確定申告を提出して修正をすればセーフとなります。はい、では次にですね、この修正の期限を超えずに、まあ間に合うような段階で修正してほしいとかね、保険料控除の追加が出てきましたって言われた場合にどういうふうにすればいいのかっていうのを手順とね修正方法について解説をします。はい、では修正方法と手順についてです。まずね、1番、修正した年末調整の確認、要はどこを修正して何の漏れがあったのかっていうのをしっかりと確認をしましょう。一体ねどこが漏れているのかっていうのをね確認しっかりしておかないと、前にね作った年末調整と今回作り直したね年末調整ってどこが違うのかっていうのが分かんなくなってしまって大変ですので、きちんとそこはしっかりと押さえましょう。また修正した漏れていたっていうものをやはりメモしておくと次年度にね役立つことがありますので、こちらを追加したよって、要は修正前修正後というのをね取っておくなり、どっちがどっちになって分かんないようにねなってしまったら後々ね困りますよね。去年これ修正したんだっけしてないんだっけってなるとまた大変なことになりますので、きちんとどこでどんな修正をして何の漏れがあったのかっていうのはデータ、要はメモでも何でもいいのできちんと後を残すようにしましょう。2番目の手順は年末調整の再計算をします。要は修正したところで計算をし直すということですね。そしていくら過不足があるのかはきちんと把握してください。訂正をしたことによって税金がいくら変わったのかっていうのも、こちらも同じようにきちんとメモなり、何をしたからいくら変わったのかっていうのをしっかりと経理としては把握しておく必要があります。そして差額を精算します。要はね過不足が出てると思うんですよ、修正訂正をすると。その差額を精算する方法は2つ方法があります。1つ目、過不足をそのまま、現金なり振り込みなりでスタッフに直接もう精算をしてしまう。例えば500円足らなかったっていう場合はスタッフから現金で500円追加でもらってそれを納税するっていう方法になりますし、多かった場合にはそのままね現金でスタッフに年末調整して修正したらこれだけね多かったから戻しますよって言って現金で渡してもいいですし、また振り込みをするということでその場で精算をする方法です。もう一つの方法があります。もう一つは翌年次の給与で精算をする方法です。次渡す時の給与にプラスオンして支払う、また払わない場合は次のとこの給与から差し引いて精算をするという方法もあります。これはねどちらでやっても構いません。ただし経理のね情報としてはどちらでやったのかっていうのは把握しておかないといけないですし、これもね帳簿にもちろんつけておかないといけませんので、必ずこちら漏れのないようにきちんと経理をして後を残すようにしてください。どちらの方法を使っても大丈夫です。はい、それでは次にね、なんとかね年末調整作成して納税までいった、その後に税務署から間違ってますよという何かしらのね通知があった場合の対応方法について次のスライドで解説します。はい、税務署からね通知が来た場合どういう時に来るかと言いますと、何かミスや誤りがあった場合にね、電話で問い合わせが来たりとか、お知らせの通知、手紙で来たり等々いろんなパターンがありますけども、税務署の方から通知が来る場合もあります。そして税務署から通知が来るということは大体というかね、ほとんど追加徴収、要は源泉徴収間違えていてミスしていて足りませんよっていう追加徴収が多いです。こちらの場合はもうすぐに確認して対応するようにしてください。どこを間違っていたのか、何が違っていたのか確認して対応をする必要があります。そして不足額を納付してください。こちらね納付書の方で追加で払えば大丈夫ですので、そちらの方ね不足額を納付するという流れになります。そしてやはり連絡として多いのは扶養控除を間違ってる、配偶者控除を間違ってるっていうパターンが税務署からね通知が来る場合は多いです。例えば扶養に入れているね両親が、例えば年金だけだと扶養に入れるんですけども、要は年金以外にも何かね仕事をしているとかねいう風なことで扶養がね本当は外れないといけないのに扶養入ったまま年末調整してるっていうようなパターンなど、こういうようなミスや誤りがあった場合には連絡が来る場合があります。これは同じくね配偶者控除も一緒ですね。収入がね実際より多かった場合、もう扶養に入れないのに入れているという場合にも通知が来る時があります。これね税務署から通知があったって言ってね税務調査みたいな形でね、すごい怖いイメージあるかもしれませんけど、そんなことはありませんので、この言われた通りに何かミスや誤りがあった時にはその指摘された通りに対応すれば、別に何かね咎めがあるとかいうわけではないので、もちろんね対応せずにそのままにしておくっていうとそれはまずいですけども、きちんと対応しておけば別にねそれが
が原因で何かにつながったりとか税務調査に来るんじゃないかというふうには恐れなくていいと思います。はい、まとめです。やはり訂正修正するにはね、手間や負担がかかります。経理のね負担や手間かかりますしね、また事業のオーナーさんとかだと忙しい中ね年末調整してね間違ってて訂正が修正出たってなりますと、また二度手間になりますので、これねポイントとしてはスタッフから早期に書類を集める、要は声掛けを早くしておく、そして早めに書類を集めるということが重要になってきます。ギリギリに集めてしまうとね、やはりねいろいろとね漏れるものがあります。保険旅行者は出てたんだけど国民健康保険の控除証明書が出てないとか年金の証明書が出てない等々をね多々ありますので、早期に声掛けをして早く書類を集める。そしてねこれ去年1年前のことになりますので、どの書類を出したかっていうのをスタッフさんとか皆さん忘れちゃうんですよね。なのでどの書類が自分にはあったのか分かるようにしておくといいかと思います。例えば去年の書類年末調整のコピーを取っておく、またねコピーを渡すでもいいですし、その書類必要なね書類一覧表みたいなものを作ってあげると、どの書類を出せばいいのかなっていうふうに分かるようになるかと思います。またこの控除証明書紛失する方も非常に多いです。ですので早期にね声をかけておくと、なくしていても訂正ができる時に間に合いますので、声を早くかけるようにしましょう。でね、修正やね訂正間に合わないってなりますとね、スタッフの方に確定申告してもらわないといけないということになってしまいますので、お気をつけください。そしてやはりですね、この給与システムを使うと管理が便利になりますので、こういうものでね経理のねこの年末調整をちょっと補助してもらう、外部のものをシステムを使って楽をするというのもね、また効率を上げるというのもいいかと思います。便利ですのでぜひご検討してみてください。この給与システムっていうのは結構会計ソフトにね付随してきたりとかしますので、ぜひ皆さんね会計ソフトとうまく使っていただければいいんじゃないかと思います。私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。まず1つ目、オンライン上に税理士を雇うということで、質問や相談がオンライン上でいつでもすることが OK です。私が直接コメントで返信をします。そして2つ目、定期的にサロンズームを開催しています。これサロンメンバーさんとね情報交換ができたり、異業種交流会みたいになっていてとても好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。ビジネスのね考え方、新しい経理や税金情報、 TikTok や YouTube の撮影の裏側、 SNS の裏側等々ね、オンラインサロンサロンのみだけに投げていますので、ぜひ気になる方は概要欄の URL からチェックしてみてください。ご検討して参加の方お待ちしております。はい、そして YouTube チャンネルなんですけど、おかげさまでね10万人を突破しております。また出版している本、自営業フリーランス向けにね必要な項目が全部一冊にギュッと分かりやすくまとまってますので、ぜひお願いします。またね重版が決定しましたので、ぜひ皆様お手元に置いて確定申告に向けて事前に勉強するといいと思います。 Amazon ね Kindle 版もありますし、大きな書店では置いてあるところが多いです。また楽天ブックスでも購入ができますので、よろしくお願いします。またその他 SNS は Instagram がフォロワー 2.9 万人、 Twitter もやってますし TikTok もやってますので、そちらの USN を覗いてみたいって方は概要欄からすべて飛べるようにしてありますので、ぜひ覗いてみてください。そしてチャンネル登録といいねボタン、高評価ボタン、コメントいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それではね本日の動画は以上になります。いよいよね年末調整時期がやってきてね、皆さんな大変だな、めんどくさいなと思ってる方多いかと思いますけど、年末調整はねしなければいけないものになりますので、しっかりと抑えてスムーズにできるようにしましょう。また年末調整終わりましたら、ご自分の確定申告が控えていますので、ぜひまた確定申告に向けての動画たくさんね投稿していく予定ですので、自営業フリーランスに役立つ内容を意識して投稿してますので、ぜひチャンネル登録をして確定申告ネタの方もぜひ今年もお待ちください。それでは以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。